はい、5分でわかる Swift Open API ジェネレーターの使い方ということで、オープン Open API 形式のファイルをインプットにクライアントやサーバーのコードを自動生成するツールについてお話しさせていただければなと思います。よろしくお願いします。まず自己紹介になります。直輝とかバックプーとかいう名前でツイッタートあります。今あのスライドをツイートしたのでもし。 気になる方は見ていただけると嬉しいです。株式会社マンハッタンコードっていうパンフとかでなんかたまに目立ってる会社ですで。スイフトとかコトリンとかフラッターやっていてビールがとにかく好きでちょっと今ビール我慢しているのでつらいです。はい、でまずは既存のオープン a p i ファイルを使ってソースを生成するツールでの困りごとになります。はい 一つ目は CLI でソースを生成しプロジェクトに入れ込む必要があるっていうのがまず手間で一つあるかなと思っております。ともう一つがオープン API 形式のファイルの更新があるごとに CLI でソースを再生成してコミットをする必要があるっていうのがもう一つ困っていることになります。はい。で、今日持ち帰ってほしいことになります。 持ち帰ってほしいことは SwiftOpenAPI ジェネレーターを使うとまず X コード内でコード生成が完結するので生成されたコードを入れ込む手間がなくなりより簡単に API 通信ができるというのがありますで2つ目が OpenAPI 形式のファイル定義に沿ってビルド時に API リクエストのソースコードが生成されるよというところがありますで最後がデライブのデータ内にコード生成されるためコミットが不要になるというのがメリットとしてありますはい、で 今さらですが、SWIFTOPENAPI ジェネレーターとはという説明をさせていただきます。こちらまずあの、WWDC23 で説明発表されたものになりますで。Apple が提供している SWIFT パッケージプラグインになっています。で具体的に何ができるかというと、OpenAPI 形式のファイルをインプットとして、HTTP 呼び出しを実行するクライアントコードであったりとか、サーバーコードを生成してくれるツールになります。はい、で実際、使い方に入っていきます。まずあの、パッケージを SPM で追加します。 で続いて、ランビルドツールプラグインズにオープン a p i ジェネレーターを追加するという工程があります。で続いて、ファイル追加でインプットとなるファイルを2種類追加するんですが、1つ目がオープン a p i 形式のファイルになります。このとき、オープン a p i y a m l 内緒は OpenAPI.json にしないと読み,込んでいただき読み込まれません。でもう1つ、生成するコードを定義するファイルについてもオープン a p i ジェネレーター o r c o n f i g y a m l というファイル名にする必要がありますで。この写真に写しているのがジェネレートするときのファイルになって 設定ファイルになっていてサーバーは今回生成していないのでコメントアウトしている状態になります、はい、で続いてビルドする必要がありますビルドするとプラグイン信頼をして実際デライブデータ内にファイルが2つ生成されますでオープン a p i 形式のファイルが更新された際にはビルドをし直すだけで生成コードが更新されます、はい、で次実際に API を呼び出す 工程になりまます。す。インポートしますで次がクライアント型を初期化する工程があります。今回、MockAPI で試していますで。続いてがリクエストとレスポンス用のソースコードを記載します。レスポンスは e n u m で定義されているので比較的扱いやすい状態になっているかなと思います。で関数呼び出すと実際、JSON で Hello iOSDC と返ってきています。はい で続いてが SwiftOpenAPI ジェネレーターを使う上で気をつけることになります。1つ目が OpenAPI ドキュメントの各項目のディスクリプションを必ず記載する必要があるというところがあります。2つ目が各 API のオペレーション ID を設定しておかないと後で困ります。はい。 で、一つ目、Open API ジェネレードキュメントの各項目のディスクリプションを必ず記載するという部分では、サマリーのにディスクリプションの内容が必ず反映されます。で、サーバー1とかそういう関数名が自動生成されたものになるので、ディスクリプションがないとちょっと面倒なことになります。はい。二つ目が各 API のオペレーション ID を設定する必要があります。こちらはオペレーション ID が関数名になり、呼び出すときに使用されるものになります。はい。続いてが Swift Open API ジェネレーターを使ったときの詰まりどころになります。 でまず、YAML のタイプに気付けなくて、生成成功までに時間がかかってしまったというのがあります。ではい、もう一つがあれです、ね、設定ファイルについてもタイプとか気になっていたところがあるんですが、ちょっとこちら、解消方法があったら教えてほしいです。はい、最後、まとめになります。SwiftOpenAPI ジェネレーターを使うと、X コード内でコード生成が完結するので、生成されたコードを入れ込む必要がなくなります。でより簡単に API 通信ができるというのがあります。 でもう1つが OpenAPI のファイル定義に沿ってビルド時に API リクエストのソースコードが生成されるなので、ディライブドデータ内にコード生成されるためコミットが不要になります、はい、もし何か気になることがあったらぜひ Twitter とかパンフとか見ていただけると嬉しいですご清聴ありがとうございました